どうも、青森の小川です。今回私はですね、使用のためにこれから夜行バスにて東京に行ってきたいと思います。この間 YouTube でもちょっとお話したんですけども、スタ丼とかですね、天下一品に心が揺らがないようにダイエット企画5日がもう間もなくね、最後の結果発表日となっておりますので、なんとか自分に負けないように、自制心で乗り切りたいと思います。では行ってまいります。さすがに夜中の1時35分だとお店閉まってますね。いやー、スタ丼ちょっと食べたかったな、久しぶりに。でもまあちょっと閉店してたんで、ちょっとなんかでもお腹空いてんすよね。ちょっとね、小腹が空いて。よう考えたら一蘭も青森ないかもしれん。いやー、一蘭食べてまいりました。しかも替え玉までしてしまって、夜中1時35分の一蘭のラーメンはちょっとダイエットを志す私にはだいぶ厳しいかもしれません。あーたー、やってもうた。どうだった？
すいません。はい。ハイボール一つお願いします。いや、動画撮ってます。動画撮ってます。毎日イゲール飲み行こうぜ、うん、あの新中野にお店ある飲み行こうぜ鍋屋へ、リムさん、タマルさん、すいません、帰ります。はい、やばい、帰るいや、やっぱ天一最高でしたわ。てか東京に来てからですね、僕なんかラーメンしか食べてない気がしますね。他にもいろいろ多分あると思うんですけど、ラーメンしか食べてない気がするけど、でもそれにしてもね、天一最高でした。はい、というわけで私青森の小川in 東京での爆食いツアーからただいま戻ってまいりました。まだ青森に住んで半年しか経ってないですけども、妙に落ち着く感じで、やっぱり住めば都ですね。青森県最高でございます。ただね、9月5日のライブ配信限定のですね、ダイエット企画の方が迫っておりますので、まだもう日にちはね、まだ数日間ありますけれども、この爆食いツアーがどう影響したのか、正直私ね、体重計にはね、乗っておりませんので、だいぶビビっております。というわけで今回の動画は以上となりますけども、もしよろしければいいねですとかチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴どうもありがとうございました。